コロンバンガラ島。コロンバンガラ島はソロモン諸島、西部州にあるほぼ円形の島。ニュージョージア諸島の一部。清掃火山で、標高は1770メートル。島は、ニュージョージア海峡の南の境界の一部になっており、北西には、ベラ湾を隔ててベララベラ島、ギゾ島が、南東には、クラ湾を挟んで、ニュージョージア島がある。島は深い森に覆われており、 人はほとんど住んでいない。ニュージョージア諸島の全体図、コロンバンガラ島は図の中央左に位置する。1568年にスペインの探検家メンダーニャが発見したとされている。大東は戦争中に日本軍が占領し、島の南部のビラに飛行場を建設した。ガダルカナル島撤退後日本軍はコロンバンガラ島、ニュージョージア島の兵力の強化を図り、 コロンバンガラ島への輸送部隊とアメリカ海軍やニュージーランド海軍をはじめとする連合国軍との間でクラワンヤ戦、コロンバンガラ島沖海戦などたびたび戦闘が発生した。連合国軍は1943年7月5日にニュージョージア島を上陸した後、コロンバンガラ島は飛び越して8月15日にベララベラ、自前上陸した。 日本軍は9月28日から10月2日の間にコロンバンガラ島から撤退した。ありがとうございます。